どうも、皆さん、工藤でございます。今回はですね、ちょっとね、謝罪をさせていただきたいなと思っております。特にですね、楽しみにしている方がもしいたら、ではあるんですけど、そういった方たちと、一番はね、やっぱその、ポポさんですね。ポポクリームさんにちょっと謝罪をしなければいけないなということで、ちょっと今回ね、謝罪の収録をしております。ですね、完全に私が悪い、100% 私がもう悪いので、ちょっと不平不満があれば、私に言っていただければいいんですけど、ですね、何があったかっていうと、昨日の夜ですね、昨晩、夜9時からですね、いつもであれば、アニモッチステーションの、YouTube ライブの配信が、あるんですよね。はい。私と、ポポさん、ポポクリームさんの2人でやっている、ラジオといいますか、はい。YouTube でのライブ配信をやって、で、アーカイブはね、そのポッドキャストとかに、ポポさんが編集とかしてね、上げてくれてるんですけど、その収録が、昨日、ありました。あったんですけど、ですね、もう私ですね、完全に忘れていまして、その収録があるということをね、完全に忘れておりまして、ブッチ、サボったわけじゃないです。意図的にサボったわけじゃないんだけど、もう完全に忘れてて、はい、ブッチしてしまいました。はい、ドタキャンというのかな。非常に申し訳ないなと、本当に思っております。はい。昨日の夜10時ちょい過ぎぐらいに、ポポさんからね、その連絡をいただいてたみたいなんですけど、全然気づいてなくて、昨日ちょっとね、夕飯食べた後、ちょっと、親と、ちょっといろいろね、どうでもいい話を、してて、ちょっと寝るのが結構遅くなったんですけど、でそれで寝る前にね、ちょっとスマホを見たら、あれ、なんか来てんなと思って、来てんなと思って確認したら、ポポさんから、あれ、今日収録じゃないですっけみたいな感じで連絡いただいてて、え、嘘と思って、確認したら、昨日はね、金曜日でございました。はい。私ね、これちょっと後で、言い訳の部分でちょっと喋ろうと思うんで、はっきりとは言いませんけど、完全にその曜日をね、勘違いしてたんですよね。はい。ということで、ブッチしてしまいまして、非常に申し訳ないなと、思います。はい。ということで、この場を借りてね、ポポさん、並びに、楽しみにね、していた方に対して、謝罪をしたいなと思います。誠に申し訳ございませんでした。はい。ってなわけで、いやー、こっからね、ちょっと、言い訳タイムになるので、はい、言い訳なんか聞きたくねえという人は、ここでね、もうちょっと再生を止めていただいて、いいんですけど、ですね、さっきも言ったように、曜日を勘違いしてたんですよね。なんでかはちょっとわかんないんですけど、完全に木曜日だと思ってて、私。木曜日だと思ってて、明日、ポポさんとの収録あるなっていう意識はなんとなくね、あったんですよ。なんとなくね。なんとなくあって、明日ね、やればいいやというふうには思ってたんですけど、完全に曜日が、感覚が狂ってたのかな。金曜日ですよね、昨日はね。で、今日土曜日です。はい。今この収録してる日が土曜日。で、昨晩、昨日がね、金曜日ということで、収録は、昨日の夜行われる予定だったんですよね。なんで木曜日だと勘違いしてたんだろうね。その考えられるとすれば、今週ね、昨日まで、そのお盆休みの旅行の話とかしてましたけど、ちょっとね、お盆休みが挟まって、旅行行ったりというか、ね、帰省したりしてて、結構ドタバタしてたのもあって、普段とやっぱ流れが違うから、なんだろうね、ちょっと感覚が狂ってたんだと思います。いつもであればね、なんとなく感覚でね、今日金曜日だなっていう風に
思って、まあ、いつも収録してるんですけど、今回に関してはね、本当になんかね、木曜日だと思ってて、自分が。ちょっとね、自分でも驚きました。あれ嘘今日金曜日あれ嘘みたいな。なので、本当に申し訳ないなと、思っております。はい。いや本当に昨日ね、全然収録だと思ってなくて、もう夕飯とかも普通にというかもう、ね、私収録がある日は、なるべくお腹壊さないようにね、そのお腹弱いので私。なのでお腹壊さないように、なるべくお腹壊さないようなものを食べるように心がけたりとか、ね、してるんですけど、バチバチにもうお腹壊しそうなもの食べてたから、揚げ物食べたりして、で、しまいには、食後にね、スイカなんか食べちゃったりしてさ。ね。私、スイカ食べると、ちょっと結構お腹、ね、緩くなっちゃうんですけど、まあ、みんなもそうなのかな、食べすぎるとね。なんで、収録ある直前にスイカなんて絶対食べないと思うんですけど、普通にスイカ食ってたからね。で、案の定もお腹壊してたんで、もう全然本当に収録するつもりというか、ね、収録する気がなかったんだろうな。はい。で、もう、ボボさんから連絡もらって、嘘え、うわ、今日金曜日じゃん、うわーみたいな。で、気づいた時にはね、もうちょっと1時間ぐらいもう過ぎてて、もう10時過ぎてたぐらいじゃなかったかな。確か。そう、10時過ぎてたくらいだったので、あ、もうこれはダメだわと。ポポさんから連絡もらって、もうすでに40、50分ぐらいも経過してて、あ、もうさすがにポポさんはもう、ね、もうやるつもりないだろうなと思って。まあ昨日はそのまま寝たんですけど、いや、もう非常に罪悪感がね、すごくて。うわぁ、やっちまったーと思ってね。はい。っていうような感じで、私は、昨日のアニモチステーションぶっちしてしまったというお話でございました。あ、ちなみに昨日やれなかったので、まあその代わりの配信といいますか、をいつやるかについては、ちょっとまだね、ポポさんと連絡が取れてないので、まあ今日やるのか、まあ、はたまた今週はちょっとお休みして、来週やるのかっていうのはちょっとまた、ね、今後決めたいなと思っております。また、YouTube のね、チャンネルの方に多分ライブ配信の予約が入るかなと思いますので、はい、そちらで待機していただければと思います。はい。あとね、あれだ。今回のその、失敗、ね、を踏まえて、今後もね、まあこういうことあるんじゃないかなと。まあぶっちゃけね、なんか今回みたいな失敗するんじゃないかなってちょっと思ってた節はあって、実は。まあさっきも言ったけど、今まではその一週間の流れがなんとなくね、こう自分の中であって、あ、今日金曜日だなっていう風になって、あ、今日収録だってなってたんですけど、たまにね、結構ギリギリになって、あ、今日金曜日じゃん。あ、ポポさんとの収録じゃん。みたいなね。ところもちらほらあったんですよ。で、そういうのを直面して、なんか、あ、これちょっと最近なんかね、忘れがちになってんなみたいなところもあって、やっぱ回数重ねてくるとさ、やっぱ慣れてくるもんで、なんかこの緊張感みたいなものがね、ちょっと薄れかけていて、やっぱ最初の頃はさ、やっぱそう、なんていうの、収録するのもこう緊張してたから、やばい。明日、金曜日、収録、ついに、やらなきゃ、みたいな感じだったんだけど、なんかその回数重ねていくうちに、なんていうかもう自分の生活に馴染みすぎてて、なんかもう、緊張もほぼしなくなって、なんかね、いつもの流れの中にあるような感じだったから、スーってそのまま流れていっちゃったっていう感じだったのかな、というふうには思います。はい。なので、まあ、慣れすぎるのもあまり良くないんだな、っていうふうに、思いました。で、今回の失敗を踏まえてですね、ちょっと今後はこういうことがないようにね、したいと、気をつけたいっていうのは簡単なんで、そこはね、その気をつけたいっていうだけではなく、今までね、その通知、スマホとかのね、そのカレンダーとかに予定を入れて通知をね、送らせるみたいなことしてなかったんですよね。してなかったんで、昨日もうその失敗を踏まえて、もう速攻でね、
カレンダーに予定を入れました。もう毎週金曜日の夜9時からっていうね、スケジュール、アニウォッチステーション収録日っていうね、あのスケジュールを入れて、毎週金曜日、ちゃんと通知がね、1時間前には必ず来るように設定しましたので、多分今後はないと思います。はい。多分大丈夫なはず。うん。まあ、その、まあ、もしあるとすれば、直前でなんかすっげー眠くて寝ちゃって、気づいたら時間過ぎてたとかは、もしかしたらあるかもしんないけど、まあでも私はあんまり夜寝ることないっていうのが変だな。その、夕飯食べた後すぐ寝るとか、あ、まあ、すぐ寝てるか。いや、ごめん、どう言えばいいんだろう。まあ、その収録のね、前に寝るっていうのは多分ないと思うので、うん。多分大丈夫だと思うんだけどね。はい。まあだから通知をまあ1時間だけじゃなくて、もう数時間前とかにも設定しておくとまあ完璧なのかなというふうには思いましたね。はい。いや、皆さんもね、もしかすると私のような同じね、失敗したことある方いるんじゃないかなと思いますので、できればね、その毎週とか、毎月あるような、まあ、イベントごととかは、そのカレンダーとか、スマホのね、うん、Google カレンダーとか、いろんなカレンダーアプリあると思うんだけど、そういったカレンダーアプリに、まあそのスケジュール?その毎週とか毎月とかっていう設定もできるので、はい、ちゃんと設定しておいてね、ちゃんと通知も設定しておいて、まあその忘れた頃の自分にね、ちゃんと教えてあげられるように、ね、して、設定してあげるのが、まあ、いいんじゃないかなと思います。はい。ちょっと私も今回、あんまりね、そのスケジュールでは、その忘れてて、っていうことあんまりなかったんで今まで、うん、仕事とかでもね今までなかったんですよね。まあちょっと余裕こいてたのもあってね、うん、まあ自分のその生活リズムが若干乱れてるのもあって、まあいろんなのが積み重なって多分今回ねちょっとやってしまったんじゃないかなというところでございます。はい。てなわけで、そうね、うん、皆さんもぜひこんなことがないように気をつけていただきたいなと思います。私もちょっと気をつけたいなと、気を引き締めてねいきたいなと思いますので、はい、ぜひアニウォッチステーションの方ね、はい、今後も聞いていただけると嬉しいです。あとね、ポポさん非常に申し訳ございませんでした。はい、てなわけで今回はここまでにしたいと思います。また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。